はいどうも、ボンクラのドイスタント込みです。さて、本日はこちらまさにそのポンコスのボンクラからですね、動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、さあ、これご覧になった方はどうでしたかね？ものすごい楽しくなかったですか？接戦に次ぐも接戦っていう感じで、ほんとね、双方一個村を残して、あと全部全開。最後はヤパパさんが相手の村を全開取って勝ったっていうね、まあ、めちゃくちゃ興奮する勝負で、まだね、ご覧になってない方、もしいらっしゃったら、ドズルさんのチャンネルにアーカイブ残ってるんでね、これはぜひ見てほしいなというふうに思いますが、さて本日はですね、このポンコスのボンクラ対外橋ボンバー2さんの勝負の中から、ユータさんのアタックにですね、ちょっと注目して、お送りしたいなというふうに思います。まあ、ユータさん、ご存知の方の方が多いと思いますけども、世界選手権なんかにもね、去年、登場されていましたし、国内外のいろんな大会、だったりで、いろんな好成績を収めていらっしゃる、本当もう名実ともに、日本のトッププレイヤーかなというふうに思います。でですね、まあその方の攻めっていうのがこのポンコツのボンクラでは毎週見れるんですね。たまにこう敵になったりもするんですけども。で、まあ私なりにその攻めを見させてもらっていて、何が、まあその他の人と違うのか、まあ私と比べてっていうところが大きいんですけど、いうところら辺をですね、ちょっと、本日は、自分なりの考察でこう掘り下げてみたいというふうに思います。まあどんな風にですね、まあ練習したらいいのかなっていう、その練習する時の着眼点みたいなところ、っていうのの参考になればなということで、ぜひですね、まあ流しながら聞いてもらえたらと思うんですけども、本日は2本動画見てもらおうと思っています。1本目こちらですね。ゆうたさん今回ダンボール12で参加されてますんで、これは12のカンスト同士のまあ勝負というところですね。まあ、壁がちょっとまだカンストしてませんけども、相手。まあ、ほぼほぼカンスト。で、攻め方的にはスーサイドホグという戦術を使ってます。ここの部分っていうのをヒーローたちだけでこう潰していきますね。で、こっちからホグライダーを出していって、ガツンとやりながら、この投下兵舎をこっちにぶつけていくっていう、まあ、こんな感じですね。大きくこんな風に村を区切っていくと、まあ、わかりやすいかなというふうに思います。でですね、まあ、今回のこのアタックを見てもらって、多分ですね、皆さん感じてもらうところがあると思うんですよね。まあ、私が率直に言って、この攻め、まあ、今回2本両方ともそうなんですけども、感じたのは、自分でも、これ真似ができるアタックかなっていうふうに思ったっていうところです。っていうのは、もちろんですね、ゼロからこの発想をしろって言われたらすっごく難しいと思うんですよ。なんですけど、一回ユタさんのアタックをこう見させてもらって、それを自分なりにもう一回同じユニットを使っていいからなぞれって言われたら、結構ね、なぞれそうに見えると思うんですよね。どうですかね、皆さん。これどうでしょう？今の序盤の、まあ、ヒーローを使ったギガテスラと、あと、まあ、相手のヒーローたちの、処理っていうところに関しては結構難しいようにも、まあ、見えるんですけども、まあ、難しいのはそこのプランを作るところであって、それができてしまえば、やってることはそんなに、極端に難しくはないのかなっていうふうに思います。で、これですね、例えば、クイヒー使ったらどうなのかっていう話ですよね。で、クイヒーを使うとですね、私もちょっと自分でプランしてみたんですけども、アドバンテージが本当取りにくいなっていうところを感じました。例えばですけども、今このギガニテスラを壊した、ね、ここのところっていうのは、まあ、クイヒーをこっちから入れる、ないしはこっちから入れるっていう、まあ、方法もあるわけじゃないですか。でも、そうした場合に、じゃあこっちから入れた場合、クイヒーこう流れてきますよね。そこにあった、インフェルノタワーによって、ヒーラーが全部焼かれちゃうんですね。で、こっちから来ても逆側も同じです。まあ、こんな風にガーッという風に流れていたとしても、結局ですね、ここでたくさんの呪文をまあ使わされた挙句に、この辺に確か対空砲があったんじゃないかな。そういうのがあって、あんまりですね、アーチャークイーン、クイヒーパートのアドバンテージが取りにくいんじゃないかなっていう風にまあ感じました。で、そうなった時に、じゃあ、クイヒーを使わずに行く方法ないのって言った時に、この多分スーサイドに行き着いたんじゃないかなって思うんですね。クイヒーを当然使えるんだったら、ユタさん結構クイヒー得意だと思ってるので、まあ、クイヒーで行ったんじゃないかと思うんですけども、クイヒーが使いづらいんだったら、今回のようにですね、クイヒーをまあ使わない、戦術のそのレパートリーを持ってるっていうところ、まあ、非常に重要だと思うんですね。これですね、この対空砲があるんで、クイヒーをもしもこっちからこう流してきたら、この対空砲でヒーラーが全部やられちゃうと、まあ、いうところですね。
じゃあこのインフェルノタワーを、クイヒで折ろうと思ったら結構大変ですね。これジャンプ使ったりないしは、ウォールブレイカーを使って壁の中にユニットを入れていかなきゃいけない。当然入れるためのサイドガッターも必要であれば、フリーズの呪文等々を使ってウォールブレイカー守っていかないと、このインフェルノタワーでウォールブレイカーがやられちゃうと。で入ったところで大した戦果ないんですよね。これわかりますかね。例えばここに入ったところで、ここですね、ごめんなさい、ここかに入ったところでイーグル砲が全然折れないですよね。おまけにこのギガテスラも折れないということで、こういう風にですね、労力がかかる割に大した成果が得られないクイヒーパートになっちゃうんだったら、クイヒーは使わないと。逆に使わずにここ相手のババキン、アチャクイ、援軍、ギガテスラ、この4つをきっちりと折っていくことができるような、ユニット構成で数サイドを使っていった方がまあいいという判断をしたんじゃないかなっていうふうに思います。で、もう一個ですね、これすごく着目してもらいたいポイントっていうのは、そのプランの緻密性なんですね。まずここすごい、この辺はね緻密だと思います。ゆずさんのアタックって共通しているのは、序盤の入りはすごい緻密にプランを練ってると思うんですよ。なんですけども、中盤から終盤にかけてホグライダーを出すところあらへんから、おそらくですけど結構ですねラフに考えてんじゃないかなって思うんですね。細かくそのプランをしすぎないがためにうまい、これちょっとね矛盾してるように聞こえるかもしれないんですけども、ちょっとそこら辺の、まあ、理由っていうのは後々説明していきたいというふうに思います。まあ、まずはこの非常に緻密なね序盤のこのヒーローたちをここに向けて流し込んでいく、まあ、このパートを よく見てもらいたいと思います。ここはしっかりこの壁の一個内側、ここに至るまでこうカットをしていってますよね。なんでクイーンが絶対にこっち下方面にこう反れないような、ルートを作っているということが言えると思います。で、それで上方面に関してもきっちりイエティでこうカットをしていく。さらにまあまあビードラも加えて盤石のカットですね。そうすると確実にこの、広いこの壁の隙間、ここからヒーローたちがこう入っていくというような絵が描けると、まあ、いうところですね。あとは、アイスゴーレムをタイミングをずらしながらこう出していって、1個目のアイスゴーレムが弾けたところで2個目がまた、出ていく。相手の、ギガテスラに関してもきっちりと、フリーズで止めていくと。まあ、フリーズ効果ですね。アイスゴーレムの止めていくみたいなところで、まあ、そういうところはすごい緻密です。なんですけど、ここですね、これ。ホグライダー今ドバドバって出しましたよね、これ。このドバドバ出したのって、おそらくですけども、どっから何体出すとか、細かいこと考えてないと思うんですね、おそらく。大体このぐらいの位置から出していこう、ドバドバって出していこうみたいな感じだと思うんですよ。なんで、その証拠に、ホグライダー1体ちょっと残っていて、残ってるから、じゃあこの、ね、迫撃砲にぶつけようかなっていう感じでぶつけてるホグライダーがあったりするぐらいです。で、そうすることによって、下手に予定を作んないんだと思うんですね。予定を作る、要するに、こっから何体出す、このタイミングで何をする、あんまり細かくプランニングしすぎると、それを実行するごとにめちゃくちゃ神経を使って、覚えることがものすごい増えちゃうと思うんですよ。覚えまくったところで、でもそれ忘れちゃったら、余計のしのし混乱しますよね。あれ、次何するんだっけみたいな。だったり、あれ、ここにユニットが流れてくるはずなんだけど、うまくいかないぞ。なんかちょっと予定外だ、どうしようどうしようなんて言ってるしに、どんどんニートがやられちゃって全滅しちゃうと、まあ、いうケースはまあまさに私も今回の、このポンコツのボンクラとガヤシボンパンさんのアタックの中で一回やっちゃったんですけど、そういう下手ななんていうかな緻密さっていうのは中盤から終盤にかけては多分やってないと思います。でやらない代わりに前半部分の入り方をめちゃくちゃ神経使ってやっていると。で、そうすることによってまず入りのパート、序盤の、ヒーローパートのあそこのところっていうのはミスが起こんないようにしっかりと計算されている。でも中盤から終盤にかけてはある程度のその適当さっていうのも許容して、その場合場合によった適宜の判断っていうのをしていくことによって、アドリブで主に進めていくことによって逆に大事故を起こらせないってことだと思うんですね。で、なんで多分ですね後半の部分のアドバンテージっていうのは多分そんなに大きく考えてないと思います。序盤の入りのパート、クイヒーを使うのか何しは今言ったようなヒーローたちを、もう捨てるような形で、スーサイドにするのか、まあ、この辺の判断っていうのを、しっかりしながらどちらがよりその少ないコストで、戦果が上げられるかっていうのを考えてるんだと思いますね、多分ですけども。でこれに関していくと、クイヒーでまずここですね、2本目のアタックですけども、こっちからこう削っていきます。でもこれヒーラーこれ4体使ってるんですね、5体じゃない。でこの辺っていうのもおそらくそのバリエーションの一つで、何でもかんでも5体にしないんですね、多分ユタさんって。一番火力が集中するのが相手の防衛援軍クロスボウ、
これとこれと、あとこのギガテスラ、3つと当たるとこですよね。で、それを通り過ぎちゃえば、あとはアイチャークイーンもここにいるし、ババキンもこっちにいるし、グランドウォーでもこっち、で、クロスボウに関してもみんなこうターゲットを取んないじゃないですか、ここに、を通るクイヒに対しては。なので、まあ、ヒーラー4体でも足りるだろうという判断をしたんだと思います。おそらくこのフリーズを積んでるのは万が一起こった場合の、保険にもなってんだろうなというふうに思います。おそらくですけどね。で、今回、じゃあなんでこれスーサイドにしないのかっていうと、これ全部クイヒーここからガーって歩いていけますよね。これ対空砲も折ってしまえば、別に、クイヒーを倒せる、施設っていうのはまあそんないっぱいないわけじゃないですか。そうすると、ヒーラー4体でクイーンが最後まで生き残るんだったら、このクイヒーを使うことによる、アドバンテージ効果っていうのが非常に大きいので、じゃあこれはクイヒーだと。で、残ったところ、今回ホグじゃないのは、もう単純に、ここですね、相手のアーチャークイーン、ババキンが残っちゃうので、これホグライダーにすると、延々とホグが、このアーチャークイーンとかに撃たれ続けてやられちゃいますから、まあ、スケルトン持ってくっていう手もあるんでしょうけど、まあ、より確実なディガーを使う。そういう奇策はあえて使わずに、ディガーで確実に、グランドウォーでもつけて、レイジも使って、こう相手のアーチャークイーンとかを処理しながら前進していこう。まあ、そんなように考えたんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、ここまでちょっとですね、まあ、10分ほどこう、ダダダッと喋らさせていただいたので、ちょっとまとめていくと、まあ、個人的にやっぱユタさんがうまいなっていうふうに思うところっていうのは、まず、その、バリエーションの広さですね。クイヒーって決めたらもうクイヒーばっかりまあする方っていうのもいるし、実際うまい方でそういう方ってたくさんいると思うんですよ。なんですけど、それをすると、さっきの1本目もまあ2本目もそうですけど、そのレイジを使ったり、その、まあ、レイジっていうよりはなんていうかな、フリーズ使ってウォールブレイカー使ってとか、ウォールブレイカーをこのタイミングで当ててとか、ものすごいそういう緻密な、ミスが起こりやすい難しいテクニックを要求されちゃうんですね。で、それを別にしない、と、プランがもう作れないんであれば、もうそうするしかないんですけど、しなくてもいいシンプルなプランが浮かぶんだったら、ユタさん多分なるべくシンプルにしようっていう風に考えてるんじゃないかなって、個人的には思います。まあ、今回の2本のアタックなんかまさにその典型例で、ちょっとまあもう一回これ流しながら行きましょうかね。話長くなっちゃいそうなんで。典型例で、このガイアジボンバーさんって日本の中でも本当にトップのクランで、ウェルプレイドリーグ、まあ、ミックスリーグトーナメントが今まさに開催されてますけども、そういうところにもこう登場してくるような、もう名実ともに本当に日本の上手い方々が集まっているクランに対して、もこれだけシンプルでなんか誰でも真似できそうなように一見見えてしまう、そのプランニングを考えられるっていう、その考えられるっていうところが、まあその発想の柔軟性も含めてですよね。必ずしもクイヒーを使うとかいうわけではなくて、ケースバイケースで、これはクイヒーの方が、少ないコストでより戦果が上げられるのか、それともヒーラー使わない方がうまくいくのか、まあうまくいくっていうのはそのアドバンテージが取れるっていう意味ですね。この辺の判断っていうのをきっちりしながら、攻めの組み立てができるっていう点が、まず一つのレパートリーの広さですね。それを使いこなすための、まあ、その、アドバンテージに対する判断力。で、ここがすごく大変なところだと思うんですけども、一方で、中盤以降に関しては、今回のディガーパートもそうだと思います。ババキだし、まあ、東海兵士がちょうどこう出てきましたよね。で、ディガーはどっから出てくるか見てほしいんですけど、こんな感じでダダダダッと出てくるんですよ。今すごい遠くからディガー出てきたの分かりましたかね？この辺から。この辺からできたディガーが、こっちじゃなくて、こっちに向かってすごい遠回りしてんだったら、だったらここから出せばいいじゃんって思うじゃないですか。多分そういうところに関してはもう下手に細かく考えすぎない。考えすぎないことによって、どっから出そうかなとかいうふうに迷う時間っていうのを多分捨てるんだと思うんですね。迷わないから、事故が起きにくいという、予定しないから予定外が生まれない。多分そういう発想で、中盤から終盤、まさに今この状況下においては、攻めをしてんだと思います。ヒールを使うタイミングも体力がそろそろ減ってきたからこの辺かなとか、まあ、フリーズ余ってるからじゃあどこに使うかな、火力が今一番溜まってるのがヒールに当たってないこっちのホグライダーとディガーたちだよな、こいつらをじゃあヒールがないから生かすためにフリーズ使おうかなとか、多分そういう判断を適宜してるんだと思うんですね。で、まあ、それっていうのは、実際ですね、そんなこと、計算しておかなきゃできないよっていうふうに思う方も多いと思うんですけども、できると思います。これはですね、ディガホグならディガホグ、マホグならホグみたいなところを、何度も使っていると、呪文を使うタイミングだったり、使いどころっていうのが、なんとなく、肌でこう感じるレベルになってくる時があるんですよ。まあ、その、感じるレベルが、ね、こういう上手い方と私みたいな、まあ、
凡人プレイヤーじゃ結構1枚2枚違うと思うんですけど、でもそういう風に感じれるようになる時が多分あると思います。なので今のその序盤の細かさっていうところに関しては、まあいろんな攻めを見ながら自分のバリエーションを増やしていって、かつ実際やるときには非常に緻密に考えた方がいいと思います。一番序盤っていうのがユニットがそれて事故起こりやすいんで、ここは本当事故りやすいから考えるけど、中盤から終盤主力のユニットが出てきてからっていうところに関しては、自分がこれまでやってきた練習の成果をまさにこう出すつもりで、適宜アドリブを加えながらこう判断していくっていう方が、むしろ緻密に計算しすぎるよりも予定外が生まれないがために、結果うまくいくというねパターンにこう入っていく、まあ、これがユタさんにこう近づくための自分なりのまあ練習法かななんていうふうにちょっと考えました。はい。まあ一応補足しておくと、さっき言ったような、ウォールブレーカーで壁を何層も開けるとか、いうですね、ものすごい、アクロバティックな攻めっていうのも、まあ私、ユタさんがやってるの見たことはあるし、実際できる方だと思うんですけど、まあそれは別にやらなくてもいい状態では、いい時にはあえて使わない。封印して、なるべくシンプルな攻めから、いけるようにプランを考えていける。まあ、この辺っていうのもですね、ぜひぜひ、こう、真似するためにも、もう一回繰り返しますけども、序盤の、その、一番最初の入り方ですね、クイヒー使うのか、スーサイドなのか、まあ、ヒーラーは5体か4体かみたいな、こういう判断のところのバリエーションを増やしておく。で、その増やしたバリエーションの中から、一番少ないコストで戦果が上げれる、選択肢はどれか考える。で、中盤から終盤にかけては、その序盤に削れなかった施設を見ながら、一番、有効なユニットっていうのを選んでいきつつ、そいつらは、細かく、こっからこっからこっからとか考えすぎるんじゃなくて、ある程度アドリブで運用していくっていうことですね。このアドリブ座っていうのは、実際そのユニットを何回か使って慣れていく必要があると思うんですけども、慣れれば、誰でもおそらく、まあ、その、かかる時間の長短はあるかもしれませんが、身につくと思いますので、まあ、そんなような形で練習してみるっていうのが、まあ、ユタさんに近づく、まあ、一歩なのかなと、個人的には思います。ぜひね、私もこんな風になりたいなと思うので、皆さん、練習、される際ですね、その、まあ、視点の、まあ、少しでもこの話が参考になってくれたら、まあ、嬉しいなと思うところでございます。よろしければですね、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。本日、動画ここで終わらさせていただきますけども、ぜひね、ご興味ある方は関西クラクラクラブにも、遊びに来てもらえたら嬉しいと思いますし、また次の動画で皆さんとお会いできたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。では、本日ここで失礼いたします。またお会いいたしましょう。バイバイ。